このワールドは一つの大陸と増築を繰り返した島で構成されています。タイトルの由来は SDGs がテーマだから2030年までに本当にこうなっているといいなと思ったのでそのままタイトルにしました。最も注目してほしいところは小島全体です。理由は SDGs に最も関連があるからです。留意したところは初めからあった木を切らないことです。そうすることで SDGs の目標も達成でき島の景観も良くなると思ったからです。診療所やアパートを建て畑も作り生活に困る人がいないようにした上で SDGs に関連がある象徴的な建築として鍋ハウスを作りました。塔のような建築にすることで土地を有効活用しました。他にも建築があるので見ていただけると幸いです。 SDGs の目標すべての人に健康と福祉をにつながるものは入院スペースが多くある病院や病院内にある薬局など誰でも利用できる医療機関を作ったり島の病院に小さな診療所を作ったりすべての人が健康に過ごせるようにしました。また豚や牛、畑を置いて食料問題をなくし、すべての人が栄養を十分に取れるようにして、病気になりにくくするようにしました。次にエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、については、マンションの上にソーラーパネルを設置して取り組めるようにしました。最後に、陸の豊かさも守ろうでは、城の周りや学校の裏庭にもともと島にあった木や花を伐採しないようにしました。またトンネルを作ることで元あった地形をそのまま残すように意識しました。そして木などを植えて陸の豊かさを守れるように表現しました。本やインターネット、親から SDGs について聞いたり調べたりしました。YouTube でマイクラの動画を調べたり、実際にある建物の画像を調べたりしました。それを参考にし、学校や家、本屋さんの内装やデザインを考えました。メンバーにマインクラフトを知っている人がいて、教えてくれ、協力して完成させました。この町でレッドストーンを使った一番印象的な建築物は、ツリーハウスに取り付けられたエレベーターです。またこのレッドストーンを利用した建築がこの世界の名所である未来都市の由来の一つになっています。これを作る上で苦労したことは、以前からしていたものを改良し、何回か実験を行って、さらにツリーハウスの位置に合わせることでした。完成したと思ったら少しずれていて作り直しになるなんてことが何回かあって大変でした。他にレッドストーンを利用した建築は、SDGs の目標を達成するために、永久期間を作りましたが、あまりにうるさかったので壊しました。あと完成しなかったけど、船を作るのにエージェントを活用しました。本来とても時間がかかる作業が一瞬で終わってとても便利でした。大人数でマイクラをすることはあまりなかったけど、協力して物を作ることの楽しさを知れました。正直 SDGs を2030年までに達成するのは難しいと思うけど、ここで学んだ SDGs のことを少しでも日常生活に活かせたらいいと思いました。イエーイ。